また思い出して泣きました。あ疲れてるんだね。ちょっと疲れてるのかもしれないです、えーうん。もう心配。十 <laughs> <laughs> 年間もう冷蔵庫の中身切らしてないはずですよ。十年 <laughs> 結構かかりますね。十年はください。どういう形で寝てますか。めっちゃでっかい<タッ>。お気に入りのシーンは森宮さんとのシーン全部好きなんですよ。お家のシーンとかももう。 なかなかない光景ですよ、親子があんなに仲良くて、年頃の女の子とお父さんとが一緒に料理なんかしちゃったりして、本当に素敵なシーンばっかりなので、森宮さんとのシーンは、もうほっこりした気持ちで見てほしいなと思いますね田中さん、そう言われてますが、本当にいいシーンなんです。 え、<laughs> 誰なんだろう、誰なんだろう、俺のちでて分かんなかったけど。いや、でも、あの、ゆうこちゃんと森宮さんのシーンは、あの、本当、すごくあったかい。あったかいんですよ。流れてる空気が、本当に。だから。いいですよね。いいですね。いいです。いいです。いいんです。だから、もう、それはもう、本当に、ほっこりしてみていただければなと思います。はい。<はい S 2> ありますよね。ありますよ。え、どうぞ。丸投げ、えっとですね。<laughs> あのまあ二人で料理を一緒に作るシーンがそのじそのうちってそのうち出てくるってそれは全部そのうちで作るんですけど、二 <laughs> <laughs> 人で料理を作るシーンも素敵ですし、あとちょっとこう二人でさあのこれどこまで言っていいんだあのあの楽器屋さんの前で喋るじゃないああの楽器屋さんのあの楽器屋さんの前いやこれさすがにピアノってわかるかこ <laughs> れはいいかこれはいいのかそうピアノ屋さんの前でちょっと喋る 瞬間があるんですけど、ああ,あ,あいうやりとりとかも結構好きなんですよ。うん、ああいうやりたいあそ,そこ言わないですね。そこ言っちゃまずいでしょうだって。えなんで散々言ってませんでした。えはい違うか。違うと思う。違いますね。はいです <laughs> です,です <laughs> 全部あったかいシーンなんです。全部がこう、うん、私とミーターのシーンも料理がちょびっとだけ出てきたりとか私の役はすごい下手な役だったので。 そうですねでもそこもすごく楽しいシーンで明るくてあったかくて森三宅もそうですけどなんかそのなんかこうご飯がすごいキーワードだなっていうなんか戸田奈穂さんと岡田君の親子の部分の,がのご飯はどういう事情なんだろうとかあこの親子はそういうご飯なんだっていうことだったりなんかその家族によってのご飯の事情が違ったりっていうのは。 見ててなんか面白いなと私は思いましたなので1回目はフラットに見ていただいてもいいと思うんですけどもし2回目見てくださるときはそういう細かいところにも注目してほしいなと思いますね最近泣いた、はい、え普通のことでいいですかいいですよ怖い夢見ました <laughs> 大丈夫そうなんです怖い夢見ちゃってい,い,、ね、いやなんかもう夢なんで、うん、お話ししないと忘れちゃうじゃないですかです、ね、忘れてしまったんですけど、うん なんかすごい寝つきが悪い日があって4個ぐらい夢見たんですよ、うん、あーいろんなバリエーションのでも若干つながってるんです<ー>背景とかなつながりはちゃんとあるんですけど怖くて、うん、起きた時に泣いてました、うん、でその泣いてる自分と怖かったなっていう思いをまた思い出して泣きました、うんうんうん、疲れてるんだ、ね、はちょっと疲れてるのかもしれないです 石原さん、心配になります心配なりません。もう <laughs>、うん、ねえねえ、き悪いのねうん。どうにかね、解消してほしいね。<laughs> ですね。うん、1一個試していいですかあ、いいですあと。最近怖い夢見たんですよ。<laughs> それで泣いたんです。<ー>全然心配しねえじゃん。<laughs> 無理なんだっていう絶対見ないでしょ。<laughs> <laughs> いや絶対見ないでしょうもおかしいけどな。はい。日常生活で、<laughs> これだけは意識的にやってることってありますかえええ日常生活でこれだけは意識的にやってること意識的にやってること冷蔵庫の中身中身よ中身の充実 <laughs> 充実させるあえ,え意識的にやってることだよね日常的に、はいはい、そうですもう切らさないっていう冷蔵庫の中身が<ー>きのこはきのこ生野菜とか生野菜ってすぐ悪くなるじゃないですか なんかこう、はやさいが使ったら、じゃ、ちょっとこう。な白菜系使おうとか。え、なん、なん、なんて言うんですか、その、そう、冷蔵庫の中身は。意識して生きてます。なん、えー、<laughs> ですか、本当どうやも話、えー、すいません。<laughs> 料理はされるからってことですよね。<laughs> そうですね、なんか、とっさに作れるように。っていうのは。すごい把握はしてますね。<laughs> 素敵。長野さん家の冷蔵庫はどうなんですか。私はもう。水です。 <laughs> もう本当に,あの本当にあの料理がほど遠い今なので、はい、でも本当10年後10年後はもう冷蔵庫の中身切らしてないはずですよ10年 <laughs> 結構かかりますね10年はくださいわかりました10年はお願いしますじゃ10年後また伺いますはいお願いします、はい、くるみで私からで田中圭さんは家に帰った後の帰宅ルーティーンを教えてください 家に帰った。帰りました。玄関開けました。まず何します。玄関開けました。カバン置きます。どこに置きます。えっと、洗面所の外の廊下に置きます。廊下に置く。廊下に置きます。手洗います。えはい。うがいします。はい。カバン持ちます。ソファー座ります。リビングのですか。リビング、リビング。ソファー座ります。 明日の撮影のとこ確認しよう交番台本出します,す読もうとするけど,す,るけどすぐ読みたくねえってやります<あー> <laughs> なるほど、はい、奥さんの夜ご飯で一番好きなのは何ですか牛丼牛丼ー。いいですねはいあいいですね牛丼だけはなんかねすんごい好きなんですあい,いいですね田中圭さんはどういう形で 寝てますか。めっちゃでっかい抱き枕に抱きついて寝てます。そうなんですか。本当に。どうどういう抱き枕ですか。あの言っていいのかなあの本物ってあるじゃん。本物ってさあれの本当本当大きい俺より大きいぐらいのやつが。L サイズ的な。そうなんか友達がくれてでそれ普通にこうやってこうやって。 いや、これは、そう、取材で聞かれないけど、ファンの皆様に聞きたいことって、何かなっていうので、二 <laughs> 人で考えてたんです。あの、かなり記者の方々のペンの進む音が聞こえましたので。赤 <laughs>、はい、ララに田中さん、はい、これ暴かれましたね。はい、そうですね。えー、はい、でも、でもね、これね、ちょっと、ちょっと補足していいですか。ずっと、あの。こう、抱きついて寝,寝るのよ、その枕に、本当だけ、あの、祖父、あの、クッションとか、抱き枕とかに、こうやって,ってやってたんだけど。うん 最近枕を変えたわけそのオーダーメイドみたいな感じで変えてはい、はい、ちょっとその寝具をちょっと睡眠をこうグレードアップさせようとしたら、うん、抱きつかなくても寝れるようになったよ。はい、<laughs> 本当に。あーよかった。はい。だから意外とその単純にこう,こうやって寝れないからこうなんかこう抱,き抱き枕で寝るのが自分に合ってんのかなって思ってたんだけどうん、うん、意外と。 シングが合ってなかっただけだったのかもしれないっていうそういう発見もなきにしもあらずまあ若干ペン走らせてなかったですね取材の皆さんいやなんかじゃああれじゃん,なんかこうずっとなんか俺なんか抱き枕ないと寝れないキャラみたいにされても嫌じゃんああそ,かそうですね <laughs> えなにこの空気、はい、多分疑似的には抱き枕のところで終わっちゃってるないですもでもまあ抱き枕で寝てますね永 <laughs>、はい、野さん大丈夫ですか 大丈夫ですかはいそしてバトンは渡された本日公開